そうです。ランベーゴーとは英語で腰痛という意味なんだそうです。なるほど。メンバーはみんな腰や足が痛いと言いながら週に一度のレッスンを楽しみながら踊っています。30代は1人、ほとんどが40代後半から50代の正真正銘の親父たちが楽しんで踊りますので、皆さんご声援をよろしくお願いしますとのことです。ぜひ皆さん応援してあげてください。それではランベーゴーの皆さんです。お願いします。
Don't